先日ある人からですね、一緒にやった、あの対バンした人から、妙齢の、美しい女性からですね、五十嵐さんたちはポップだよ、ポップだねって言われました。なかなかポップって言われることがないんでね、あの嬉しかったですね。ポップって言われたからにはね、ポップの証拠を見せようじゃないかということで、梅ちゃんも入れて当然ポップに お届けした歌があります。どんなバンドが好きですかって言われると、やっぱり僕はビートルズです。もうビートルズになるんだと思って、あの裏剣道歩いてたり光る水を飲んでた時にですね、それからビートルズと出会って、あの街でおし俺はビートルズになるぞ、昔田舎のプレスリーというのがありましたけども、田舎のビートルズみたいな感じでですね、目指したんですけども、なんとなくこう簡単だからってパンクの方に行きましてですねしばらくやってたんですけども、やっと30何年バンドをやってきてビートルズをカバーできるようになりました。それをみんなにちょっと自慢させてください。ビートルズをカバーしてる人いっぱいあります。いろんなビートルズをカバー曲ありますけども、この歌をカバーしてる人はあんまりないんじゃないかなと思います。 And your bird can sing、 君の鳥は歌える。うちのポール・マッカートニーはベースやりません。三振弾いてますからね。ポール三振、山村武史。ジョージギター、森田博史。